ちは、トミーです。こんにちは、マネージャーです。今日はマネージャーのキコちゃんと一緒に忘れた自分で言えみたいな圧を抜けちゃったゆきなちゃんです。カットしないの？大丈夫、いいよ、いいの、これ周りでキコちゃんとゆきなちゃんに来ていただきました。お邪魔します。で今日はね、ウーバーイーツでじゃん、中華を頼みました。食べながら恋愛コーナーで質問にね、お答えしていこうかなと、ね、恋バナですね。恋バナしていきましょう。女子会、女子会ではどうぞ。はい、ということで、はい、食べましょう。いただきます。恋愛の今回質問を募集したんですよね。はい、トミーちゃんが事前に、うん、結構来てたよね、うん、めちゃくちゃ、うん、カブアマよな、うん、みんな悩んだのね。ダイエットは永遠の課題ですよね。こんな飲み方失礼だよ。めっちゃ共感してもらえると思った。向かう方、今からうずらじゃんけんが始まります。1個しか入ってない、1個しかない。マジ？うずら私めっちゃ好き。私もめっちゃ好き。うずれないわ。めっちゃ遊びにちゃうから。1回勝負。オッケー、じゃんけん、はい、しまぐ、じゃんけんぽい。なんか負けそうな気がした。そんな好きじゃない。そんな感じした。そんな勝ちたくなかった。どうぞ。じゃんけんぽい。ちーが負けた。いいな、しやった。うずら一番前ね、卵回で。ありがとうございます。これだけしても紛れてないかな。これでうずらだけ言ったら何のじゃんけんってなり。では私のインスタで募集した恋愛の悩みについて答えていきたいと思います。はい、はい、悩みが多かった。悩みが多かった。うーん、じゃあいきましょうか。確かに、うん、だからね。はい、はい、みんなの人と初めてご飯に行きます、うん、意識してもらうためにトミーちゃんならどうしますか。どうしますか。難しい。めっちゃ笑う。なんで、私変なこと言った？めっちゃ笑う。なんか想像しちゃった。めっちゃ笑ってる。すごい楽しかったなって思わせたいじゃん。うんうん、まあ、こっちももちろん思いたいけど、また行きたいなって思わせたいから、うんうん、一緒にいた時間がすごいハッピーだったなって思う、帰った時に思うってことはすごいやっぱ笑顔が、うんうん、あった方がいいかなって思います。うん、つまんなくても笑う？つまんなくてもめっちゃ笑う。むずない。めっちゃ笑うかも。どうだろう、どうですか？意識、ちょっと待って、一回考えて。どうですか？私は多分言っちゃいます。気になってます。あ、なるほど。1回目で言ったら、うん、その2回目の約束あるか分かんないけど、うん、絶対意識しちゃうよなっていう期間。あー、なるほど。結構早いタイミングで行くタイプだ。もう自分からガツガツいけるタイプだ。うん、うん、でも勝率にもよるかもしれない。なんか脈ありか脈なしかってこと。本当に興味なさそうとか、うんうん、彼女いたら言わないんですよ、うん、どんな感じで言うの。ピになる。ダメ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 。あざといかあざとくないかのタイプだったらさ、みんなどれ、うん、あざといと思います。あざとそうだね、うん、ずるいって思われたいです。らしい ね、 ね、ずるいって思われたいんだよね。そうですね、ずるいって言われたい。あ、なるほどね。悪い女ってことじゃないの、それって。いや、ずるいね。あ、何、可愛すぎてずるいねみたいなことってこと。なんかそれやったら好きになっちゃうじゃん。勉強になります。私は、多分あざといって思われないギリギリを攻めるタイプです。それは意図的に？なんかこれ、でも私多分俯瞰して見ちゃうから、これ言ったらあざといなとか思う。一緒じゃん、計算。だから言わない。あ、言わないんだ。そこまでいかないぐらいまでしか言わないかも。うまいな。いやいやいや、うまい、一番うまいかも、さらっといけて。どうですか？できないですね。あざとさ、声変わったり。あざとい、でもその、もうあざとい、もうあからさまな、あざとくて何が悪いのみたいな、あんなのはできないよね。うんうんうん、それは
確かに。でもなんかさ、可愛く見せようってしてる時ほどなんかうまくいかないことないですか？私だけかな。でもなんか可愛くしてるみたいな。そう、なんかそう、なんかいい子で終わっちゃう。そう、うんうんうん、だから好きじゃなくてめっちゃナチュラルの方がなんかうまくいったりしない、うんうんうん、そういうこと。確かに難しいですね、そのあれが、うん、難しい。でも最近覚えた、覚えた、あざとし何が悪いのでやってて、うん、いいなって思ったのは、うん、お酒弱いのとか強いのって聞かれたら、うん、弱い方だと思います、なんか飲みすぎてたら止めてくださいっていうシーンがあったんだけど、うんうんうん、結構それ聞かれるシチュエーション多くない？なんかお酒強いのみたいな。確かにこれ使おうって思う。次では次みーちゃんは蛙化現象来ますか？蛙化現象とはなんか好きだけど、うん、好き好き言って逆に来られたら嫌になっちゃうみたいなタイプよね、うんうんうん、私は起きないかな。その好き好きってなるってことはちゃんと好きになってるからってことでしょ。で相手が来たら、うん、もういいってなっちゃうってことね。好き好きになる前もじゃない、なんかあっかもみたいな時でもじゃない、うん、来られたら無理みたいな。あーでもそれ中学とかまではあったかも、うん、でも最近はないかな。ちゃんといいなって思わないと興味を示せないかも、うん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 、好きな人とか彼だったらみーちゃんってめっちゃペタペタみたいなんでもしつこすぎたら確かに嫌かも。あなんかずっとなんか過去に、うん、言っていいのかどうぞ常にもう家にいてもずっとくっついてたい人みたいないて、うんうん、そういうのちょっとしんどくなっちゃった。あずっとくっつきたいタイプ？いや、ずっとじゃなくていいけど自分が行きたい時にくっつく、うん、ずるいよ。相手がでも来たら？ あんまりそういうのは求めてない。 ありますか？めちゃくちゃありますね。ちょっと飛んでた。めちゃくちゃあった。めちゃくちゃネットで調べてた一時期、これは何なんだろうと思って、そう漢字読めてなかったけど、そうカエル化って何ってなって、なんか病気らしいよカエル化現象って、一種の。そうえどうなっちゃうの？そういくら好きでも、あでもあ嘘ですね、いくら好きでもはないかも。あ好きの前、うん、うーんだとなんか追いかけたいタイプかもしれないですね、うんうんうん、だから来られたらちょっと違うなとか気持ち悪くなっちゃう。難しい。でもそれさ成就するの難しくない？難しい、ね、でもやっぱ年々変わるかもしれない、うん、なんかそのか確かに昔の方があれだったかも、蛙化現象だったかも、うん、まだ本気じゃないってことですかね。あ確かにそうかもしれない、うんうん、刺激的なちょっと恋を求めてるのかもしれないですね、うん、その皆さんは、うん、そうですねさあ次次ここで軽いのをいきましょう、はい、彼氏へのクリスマスプレゼントで悩んでいます。1万円以内でおすすめありますか？いない。でもまず相場ってどのぐらいなんですか？確かに3万とか、うん、なんか私はそうだね、3万が平気なのかなって思うけど、うんうんうん、1万以内なんだ。付き合ってるさ、歴とかにもならない渡すものって、ね、手袋とか、うん、なんかちょっとしたブランドの手袋とか嬉しい、うんうんうん、この確かに手袋、マフラーとかニット、あ、ニット手紙スニーカーとかは、あ、買える？買えないか。買えるか。いや、1万4000とかになっちゃうか。うん、1万ってことはニットの中で1万で割と安めって思っちゃうけど、うん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 、なんか例えば小物とかで、小物じゃないけどなんかちょっとしたもので、うん、あ1万もするんだの方が嬉しくない？確かに確かに。普段自分で買わない、うんうん、ちょっと高い、うん、でも手袋はもう超前にあげたことあるな。帽子？あ帽子、確かに。マフラーもあげたことあるかも。だからプレゼントはめっちゃシンプルにとだけど、あそうかそうか、なんかちょっと高めのブランドの買いでした。あでもあれでいいんじゃないですか、男性もののスキンケアとか、うん、あ確かに良さそう。確かにそれ結構スキンケア気になるする男性増えてるしね。ヒゲ剃りとか、うん、そんな高くない気がする。確かに確かに。でも誕生日はちゃんと喜ぶものをあげたいけど、うんうん、クリスマスって私あの自分がの興味もなるものを押し付けって言ったら失礼だけど、うんうん、なんかそっち側でいいんじゃないかなって最近思い始めてる、うんうん、これ似合うと思うよぐらいで、うん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 、もし本当にいらなかったらかわいそうだけど、うんうんうん、誕生日じゃなかったらいいかなって勝手に思っちゃってます。確かにそうかも、うん、じゃあ次、はい、
誕生日0時ぴったりに LINE 送ってくるって脈ありですか？脈あり早い脈なし脈なし派脈あり派、うん、どっち派？送ってくるんだったら脈ありかなって脈ありだよね脈なし？え、わかんない自分で考えちゃって、うん、12時に別に何とも思ってなくても私結構誕生日大好きだから、うんうん、おめでとうって送っちゃうから、うん、ああ自分がってことだから、ね、それされてもあんまり何とも思わない、うんあうん、その時間に送ったら喜ぶなって思ってさ考えてくれてる、うん、イコール役割じゃないですか、ね、どっちかといったら待っててくれてたんだって思ったうんうんうんだってさはい待ってんじゃん絶対役割って思ってたい、うん、でもあれでしょその好きでもない人に送れちゃう人だからってことよね、うんうんうん、そうですそれ怖いないや送る送んない私もうあえてもし覚えてたとしても、うん、あえてぴったりには送んない、うんうん、私も好きな人だったらぴったりは、うん、好きな人にはじゃなくて私普通に友達とかでも、うん、ぴったりは送んないかもぴったり送れてもうんあえて、いやなんかそれこそ、うん、そういう風に思われちゃったら嫌だなとか思っちゃうかもあえ別にあそうか男の子とかだったらとか、うん、好きなのかなとか思われちゃったら嫌だから送らないかも、うんでも逆に好きな人でだったら送らないかも私まあ確かに恥ずかしいねなんか待ってるみたいな確かにさらっと、うん、え、23時59分ローソンしていい何それ何それ0時ぴったりか、うん、あと1分で誕生日終わるって時に来るあ、なるほどねそれドキドキしない好きな人が好きそう私も嫌だめっちゃ嫌だえ、なんかせくなんかじらされてたって思うかも、うん、こっちも待ってないしって思ってないでもそれでもないやろそうなるやんそれやんそれでさらになんかやだ、うん、なんだかねそっかいやそうなるのかやっぱさ追いかけそう確かに追いかけたい願望が来たらそうなのかもしれないうん私単純な人が好きです、うん、あー変に駆け引きとかより、うん、あーでもそれは確かに、うん、確かにこれ覚えてきたのとか思っちゃう何したの誰使ってきたのって思っちゃうあー確かに単純で素直な人が好きそうだねまだ脈ありってことじゃない脈あり来たら脈ありと思いましょう来たのかなうわーいいねめきめきするね彼氏に期待しすぎてしまう、うんうん、いいんじゃないですか、私はもう絶対しない方が自分のためだなって思う一緒派期待しすぎてそれに返ってこなかった時にイライラしちゃったり、うん、なんでってなるのは自分が勝手にしてるだけじゃん期待を、うん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 、彼の力量はさもしかしたらそこまでじゃないかもしれない、うんうん、のに自分で彼をここまでできるでしょ。このくらいしてよ、私がしてるんだからみたいな。思っちゃうのはもう全然お互いのために良くなくない、うん、だから、なんかそのすごく冷めてるように聞こえるけど、期待ってあんまりしない方がお互いのためかなって思っちゃうかも。すごい適当に答えちゃった怒られてるぐらいなんかすごい響いちゃった私が一番最近してた恋愛がそれだったからなんか適当に答えたけどいいんじゃないですか私は絶対期待しないようにしようと思って付き合ってたんで、うん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 、今のすごい響いた響いた救われた人が一人身近になんかそれに気づくのって多分期待しすぎてたから気づく人じゃないですかうん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 男の人とはみたいなのが、うん、なんか知っていけば期待しなくなるけど、うんまあ、男の人が期待しないわけじゃないけど、うん、人に寄り添うそうね確かにね信じてあげるのも大事ですよね、うん、期待と、ね、信じないとはまた違うかなって思いますかっこいいかっこいいますありがとうございます一番今救われた救われたのも絶対だですかなんかシャキッとしたよね、うん、シャキッ確かに良かったですでは最後の質問に行きます、はい、タイプは俺について来いって感じだけど優しさの塊みたいな人と結婚した方がいいってよく言いますよねどうでしょうかそうだと思います、うん、そうだと思います花沢類型男子確かに優しいうーん F4 だと F4 どっち派どっち派じゃないか4人いるもんねもうやっぱどっち派の方が分かりやすい、まあ、そうだね確かにどっち派か花沢類か松あ道明寺か、うん、道明寺ですね花沢類だなうんでも私も道明寺かも、ね、最終はさ超純粋で愛してくれてるじゃんあ、うん、っていう耐えれるあの電話
ずっと俺の電話持っとけみたいな。でもなんかひっくるめて可愛いな、うん、こいつって思えそう、うん、ね、一生懸命じゃない。確かに。まあでも絶対鼻触るみたいな人いたら、かっこいい素敵ってなると思うよね。まあでも鼻触るみたいな人と結婚した方が幸せなのか、うん、そうじゃない。でも鼻触るもちょっと読めなくない、うん、そうだよね、うん、どっか行っちゃうしね。どっか行っちゃうじゃん、うん、ってなると、俺についてこい派か、ついてこい派が好きだけど結婚だと優しい人ですよね。うん、亭主関白みたいな。うん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 。どっち派ですか？え、嫌だ。嫌だ。え、うん。私亭主関白。すごい。そうなんだ。え、例えばどういうこと言われたいの？どういうこと言われたい？料理作っとけみたいな。そういうことは言わないか。何だ。俺の嫁でよかったろみたいな。そういう感じ。いや、お前とかは嫌だけど、うん、俺についていけば幸せになれるからみたいな。好きだもんねみたいな。俺のこと好きだもんねみたいな。なるほどね。なんかすごい余裕がある感じの結婚相手も。結婚がやっぱイメージつかないから。一番、うん、女が尻に敷いて、うん、でも立ててあげるのが一番、うん、正解だなって思う、うん、蓋を開けたら全然めちゃくちゃ敷いてるみたいなのが、うんうんうん、一番いいのかなって思う。確かに、うまくいくっていうね、そっちの方が、うん、ね。なんかそれ分かってる男の人、なんかよく、うん、なんか女の人には勝てないからって思ってる男の人がいいなって思う。分かる、素敵、うんうんうん、なんか喧嘩した、例えばしても、うんうんうん、まあ大体俺が悪いからみたいなっていう人いるけど、でもちゃんと奥さんのこと分かって、ここは折れるのは俺だなって分かってるのが、うん、あ、素敵だなって思った。確かに。プライドはでも立ててあげた方がね、うん、まあ、理解し合ってるぐらいの関係、うんうんうん、理想ですね。いいですね。結婚ってなったら確かにそっちの方が良さそう。うん、僕がずっと追ってたらしんどい。しんどいしんどい。幸せになりましょう。幸せになりましょう、ね。これ最後の質問。これ最後です。最後出てきた。ありがとうございました。楽しかった。楽しかったというものでした。ね、はい、いかがだったでしょうか。マネージャーさんたちと女子会トークでした。楽しかったです。楽しかった。ありがとうございました。もうすぐクリスマスなので、皆さん彼氏でも彼氏じゃない人でも楽しんでください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。なんかさ、トミーちゃんとさいるようになって私うまいっていうようになった。めちゃくちゃ、うん、なんかうまいって言っちゃうんだよね。そう、トミーちゃんの口癖がさ、口癖っていうか美味しいじゃなくてさ、うん、このキャラでさ、うまいがなんかギャップで、うんうん、嘘、うん、可愛いなと思って真似してる。美味しいってこのキャラでって確かに私もやったらただなんか言葉遣い悪いと思って。